ウィーン・フォルクス・オーパーは、オーストリア・ウィーン9区にある歌劇場。ウィーンにおいては、国立歌劇場に次いで2番目に、大きな歌劇場であり、着席1473人、率、席102人を収容する。オペラのほか、オペレッタ・ミュージカル・バレエ公演や、コンサートなどの会場としても使用され、毎年9月から6月までのシーズン中に、約300公演を開催する。劇場名の、 フォルクス・オーパーとは、大衆オペラ座のような意味である、ウィーン国立バレエ団の本拠地でもある、開館当時の様子を描いた、規範が1898年、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世紀の即位50周年を記念し、カイザー・ユビレイムズ・スタートシアターとして建築家の、フランツ・フォン・クラウスとアレクサンダー・グラフによって建設され、同年12月14日に開館した。 当時は演劇を専門に上演する劇場であったが、1903年よりオペラの上演もされるようになり、1905年には劇場名をケイザー・ジュー・バレイアムズ・スタート・シアター・フォルクス・オーパーと改称、1908年からはフォルクス・オーパーとなった。1906年にはアレクサンダー・フォン・ゼムリンスキーが初代主席指揮者に就任。1907年にトスカ・ 1910年にサロメが初めて上演され、世界的に有名な歌手であるマリア・イエリッツァやリヒャルト・タウバーらが出演した第一次世界大戦の時代、フォルクス・オーパーはウィーン第二の歌劇場としての地位を守っていたが、1928年に経営が立ち行かなくなり、倒産、翌1929年からはオペレッタを主な演目とするようになった。1938年、 ウィーン氏がフォルクス・オーパーを買収し、劇場名をシュテティシャ・ウィーン・フォルクス・オーパーと解消、さらに後にオパンハウス・デア・シュタット・ウィーンとなった。第二次世界大戦の終盤の数ヶ月間は、フォルクス・オーパーは市内で2番目に大きな1550席の映画館として使われていた。これは九百四十終戦後、フォルクス・オーパーはアンデア・ウィーン劇場と共に空襲で 壊滅的な打撃を受けた国立歌劇場の代替の役割をしばらく担っていた。1955年に国立歌劇場が再オープンしてからは再びオペラやオペレッタミュージカルなどの公演に復帰したが、1991年9月からはまたも国立歌劇場に属する形となり、演目はそれぞれ独自のものを上演していたものの出演の歌手などは 両方の劇場に所属するという状態になっていた。1996年からは独立路線に回帰した。フォルクス・オーパーで上演された演目としては、フランツ・レハールのメリー・ウィドー、ルクセンブルク伯爵、ヨハン・シュトラウス二世のジプシー・男爵、コウモリといったオペレッタ作品、カルメン、トゥーランドット、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーなどのオペラ作品、また、ラカージュ・オフォール、 サウンドオブミュージックなどのミュージカル作品や舞踏公演がある。ありがとうございます。